ボクシミのカード紹介です。本日紹介するのは平田淳二さんでございます。平田淳二さんは、もともとはですね、柔道やボディービルで体を鍛えて、新日本プロレスのプロテストに合格し入門いたしました。その後ね、メキシコ遠征に行って、帰国後には、この KY 将軍若松さんの、勧誘で、ソログマシンとなり、その後スーパーソログマシンとなりました。で、戦いの時に、マスクを脱いでしょっぱい試合をしてすいませんという一言が有名でございます。その後ね、素顔に戻って、試合やって2018年に引退しました。ちなみに息子さんもプロレスラーでございます。ありがとうございました。